どうも、フルゼロと申します。本日はヤフー知恵袋をやっていこうかなと思います。皆さん、こちらのサイトご存知ですかね？まあ、利用したことある方は結構いるとは思うんですけれども、まあ、簡単に言うとヤフー知恵袋というのは Q&A のサイトになっておりまして、誰かしらが質問して、で、それに対してね、いろいろ回答を出していくと。で、その中で質問者さんが一番いいって感じた回答に対して、まあ、ベストアンサーが送られるっていうような、まあ、そんな感じになっております。で、このヤフー知恵袋なんですけれども、バウンティーラッシュ関連の質問もかなり来るということで、私、フロゼロ、これでも4年ほどね、バウンティーをやっているということで、もう今回は質問にね、バンバン回答して、で、ベストアンサーを大量に獲得しようじゃないかと、そういった企画になっております。もう結構ね、ガチで取りに行くんで、まあよかったらね、その奮闘記をね、最後までご覧いただけたらなと思います。それでは行きましょうか。レッツゴー。まあ、いろいろね、質問あるみたいなんですけれども、どうしようかな。まあ、こうやって解決済みのやつもあるみたいで。まあ、これは質問回答募集中、回答受付中のやつの方がいいのかな？じゃあ、とりあえずこれ見ていきましょうか。バウンティーラッシュについて、もうすぐスペシャルチケットのステップ1が引けそうでワクワクしてるんですが、キャラ一体だけですよね。確定じゃなくても、ステップ1でシャンクスが出ることってありますか？ああ、なるほど。サービスチケットガチャのステップ1のやつですね。星4キャラ一体確定で、で、ここでシャンクスが出てくることもあるのかっていう質問ですか。まあ、こういう普通の質問はもうちゃんとね、答えるっていうのが、まあ、ベストアンサーの道なんじゃねえかなとは思うんですけれども、で、いろんな方がもうコメントしてんのかな。入ってますが提供割合見てもらったら分かる通りだいぶ確率低いのでそこまで期待しない方がいいかと。ああそうですね。まあこれがテンプレって感じかな。うん、でもワクワクしてるのか。こういう感じで質問じゃない回答すると、おっしゃる通りステップ1で配信されるキャラは1体です。これがまず1個目の質問で、確定じゃなくてもステップ1でも確率低いって言ったらさ、なんかワクワクしてるって言ってる人になんか確率低いよって言ったらねえ、なんかちょっと良くないようにも感じるよね。なんかもうちょいこういい感じの返しみたいな、ないのかな。確定ワクワク、どうだろう。ワンクッション挟んだんですけど、最初の文章はそのままにして、シャンクス出る可能性ありますが、確率極めて低いです。で、自分もワクワクしたんで、あの時は。自分もワクワクして引いたんですが、工場惨事でした。いや、まあでも、最後の文章があるおかげで、なんかこう、若干クッション的な感じになってんのかなって思うんだけど、でも逆にこれいらないか。なんか意外と難しいな、これ、ベストアンサーって。まあ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 、とりあえずこれでいきましょうかね。うん、こんなふ、え？登録できない文字？何それ？登録できない文字？まさか、絵文字使えないのか？ヤフー知恵袋。絵文字使えない説あるな。じゃあ、これはどうしよう。でもなんかこの、どうしよう。笑顔、ハート、いろいろあんのね。ハグしている顔って何？腕を折り曲げている顔。なんかいろいろあんだね。悲しい顔とかないのかな？肩をすくめている顔。肩をすくめているか。ダメ。めちゃくちゃ煽ってんじゃん。泣いている顔。泣いている顔か？いろいろ、いろいろあんだね。TT にしようか。TWICE で行きましょうか、じゃあ。これで、いやーなんかでも自分の、あれに合わないな。ごめん。なんか普通に楽しんじゃってるな。自分あんまこういうの打ったことないんだけどな。まあでもいや、TT にしましょうか。工場惨事でした。これでどうだ？これでいけんじゃない？いけるかな？オッケー。で、こうやって登録することができるって感じですね。じゃあ、どんどん行きましょうか。助けてください。ワンピースバウンティーラッシュで雑魚キャラ初期キャラに KO されてイライラします。毎回雑魚キャラに KO されるのは私だけでしょうか？なるほど。共感しとこうか。共感、初めて共感したね。はい、PS の返信。こんな辛辣なの？回答欄って。なんかもう、普通の回答コーナーになっちゃってる気するけれども。まあいいんじゃないか？緑おでんについてです。緑おでんって通常攻撃の移動が早いですよね。早いね。自分使ってて思ったことが、通常攻撃最速で出して移動する方が早いのか、通常攻撃出しておでんが左足戻した瞬間の方が早いのか、どっちでしょうか？ふん。
フンってやるやつだよね。あれはでも戻した瞬間だよね。どっちかっていうと通常攻撃移動っていうのは、うん、まあじゃあそれでいいんじゃない。あ、なんだ、ちょっと待って、 AI からのお助け回答とかあんの今。攻撃に関して攻撃のタイミングで移動速度が変わるかどうかはゲーム内のアニメーションと攻撃、あー、まだまだ人間の方が上ということか。攻撃の初期フレームで最も前進しやすいですが、おでんの場合左を、ちょっと待って、なんか的を得てる質問じゃねえか。そんなところまで進んでんのこの AI って。その後で、なんか私よりなんかいい感じの答え出してる気がする。いや、これ、まあいいや、もうじゃあ私も。なんか、こんなんどうだろう。なんか結構いい感じのコメントになった。ジャスカイのタイミングってどこですか？時計の針で例えてほしいです。時計の針か。時計の針？なかなか難しい質問だな。時計の針。これちょっと、喧嘩売ってるように見えるかな？最後の文章はいらないか。超人と単身が重なる少し前の瞬間ですね。時計の針で例えてほしいってなんだ？超人と単身が重なる。でもこの少し前の少しってなんだよってなるもんね。むず。時計の針で例えてほしいです。時計というより大縄跳びに入るイメージの方がいいかもしれません。なんか私も私でこれ何のこっちゃわかんない気もするけれども、なんとなくイメージは、できてますよね。なんとなくイメージはつきますよね。大縄跳びに入るイメージ、大縄跳びに入るイメージって変か。いやまあでも、いやまあもうこれでいくか。大縄、超人と単身が重なる、まあもうこれでいきましょうか。超人、いやなかなか難しい質問でしたね。マウンティラッシュのいらないキャラって消したりすることってできますか？なんてことを言うんだこの方は。怖いな。うん、まあシンプルだね。バウンティーラッシュっていうゲームで自分が敵に倒された時、その敵にお疲れ様ってスタンプを押されたのですが、なんで押してきたのでしょうか、教えてください。なるほど。まあ普通に考えるなら煽りってやつですよね。ドンマイスタンプ、お疲れ様スタンプは煽りとして使われることが結構多いですと。だから不快に感じたんだったらミュートをおすすめしますみたいなのが模範回答だとは思うんですが、そんな感じでもう打っていいか。これなんかコメント来てんのか。回答煽りですよ自分。ああそう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 、こういうのこういうの。ああでももう言われているのか。そうなるとちょっと路線変更して言うべきって感じなのか。でもベストアンサーに選ばれるコメントってわけでもないよな。なんかもしかしたらこの出題者の方がもう煽りっていうのは分かってる前提で、なんかこう確かめてるというか、若干こうボケていい感じもするんで、だから若干ちょっとこうボケに走ってもいいのか。お疲れ様スタンプの間違いでは、自分は最近お疲れオータムスタンプ取り寄せました。あー、これはブロックされるかな。いやなんか全然面白くないし、なんかちょっと狙ってる感じもしてて、いやこれ良くないな。ヤフー知恵袋ってブロック機能あんのかわかんないけど、なんかもうちょいこう柔らかい感じでボケれるのが理想なんだけど、お疲れ様スタンプ、お疲れ様スタンプってなんだよ。お疲れ、待てよ。どうだろう。いつも頑張ってるあなたにねぎらいの言葉を送ってるんでしょう。悪くないんじゃないか。いつも頑張ってるあなたにねぎらいの言葉を送っているんでしょう。質問としては合ってんのか。いや、ちょっと待って。これに、これどう？いつも頑張ってるあなたにねぎらいの言葉を送ってるんでしょうと言いたいところですが、実際は煽り目的で使用されることが多いみたいです。ちゃんとコメント返せてるし、若干ちょっとこうボケでもないけど、柔らかい感じも出してて、これいいんじゃねえか。これでいくか。これでいきますわ。はい、回答する。続いての質問。バウンティーラッシュのカムサリシャンクス、今後対策されて弱くなるとか言われてるけど、結局はキャラじゃなくて操作してる人次第ですよね。自分は推しキャラを使いたい派なので、子供のコビー100とヘルメッポレベル、SS ランクまで行きました。結局は環境最強とかは操作次第。いや、ちょあの、二段落目のインパクト強すぎて、質問なんだったっけ。
結局キャラじゃなくって操作してる人次第ってことか。コミ100とヘルメッポ100で SS 行ったってやばいな、すごいな。これは操作してる、なるほど。だけどヘルメッポで緑色じゃバンバン、だからここでカバジで行けましたよみたいなことを言うと多分ベストアンサーはもらえないって感じか。だからちゃんとその尊重しつつも、まあそのキャラの方が大事っていうのを伝えたらいいって感じかな。コビメッポ SS は半端ないですね。あなたのように PS ある方が使えば白シャン含めどのキャラでも輝けると思いますが、大半の人にとっては操作では補ない部分があると思います。まあ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 、コビーとヘルメッポのやつも一応触れといて、でもやっぱり今の環境とかはキャラ性能もすごい大事にはなってるんで、相手を尊重しつつ、まあ実際に思ってることも述べたっていういい文章なんじゃないか。若干その質問の答えになってるかっていうのが微妙なラインではありますけれども、まあいいんじゃねえかこれは。とりあえずね、回答めちゃくちゃしてきて、合計15個ですね。15個返信してきました。まあ、すぐにね、ベストアンサーがつくっていうわけではないんで、まあ、ここからちょっとね、時間を置いて、やっていこうかなと思うんですけれども、いや、まあ、でも、結構もらっておきたいって感じはしますけれどもね、まあまあ、じっくり待ちましょうか。はい。まあ、1週間ほど時間が経って、まあ、その直近の質問もあるんですけれども、もらったベストアンサーは、ダガ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 、ダダン、15分の5件いただきました。これどうなんだろうね。5件って結構自分の中では多いと思うんですけれども、そんななのかな。で、なんかね、そのベストアンサー率が 83% になってんだけど、なんかその回答総数以外の部分、そのこの6件以外にも回答してるのにそれが反映されてないんで、もしかしたら誰にもベストアンサーが送られなかった場合は、なんかこういう風に、除外されんのかなみたいな風に思ってるんですけれども。はい、まあこんな風にね、ヤフー知恵袋では、バウンティーラッシュ関連の質問もあるということなんで、まあ興味ある方とかはね、また調べてみてもいいんじゃないでしょうか。またちょっとこれやってみたいね。なんかもっとベストアンサーもらえそうな感じはするんで、ちょっとね、またリベンジと行きましょうか。まあリベンジっていうほどあれかもしんないけど。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。